剣馬つかさ、スターになるべく生まれた男。採用された暁にはとってもいい人見つけた。ずいぶんとボロボロなステージだな。ここで一緒にショーを作ろう。お願い、やるって言うよ。肉だよ。おい、ヨルナ、こっちに来るな。私のこと覚えてる？おお、やるからにはスターたる俺にふさわしいショーにしてみせる。キラキラでシャランラーなショーにしようね。まずはメンバーを集めるぞ。さあ、機械仕掛けの盟友たち、ショータイムの始まりだ。俺なら神城のどんな演出にも 12,000% の結果で応えてみせる、うん、僕が推薦する人をメンバーに加えてもらえるなら協力するよ。俺が欲しいのはショーをやれる人間だ。あんなロボットじゃダンスもまま。なんと、世界にようこそ。バーチャルシンガーが実在するように見えるということは、ここはバーチャル空間だ。君はみんなのところに行かないの？あ、私、その…よし、今だ！ねんねー！私が歌を歌いましょう。どうして？ごめんなさい。謝ってもどうにもならん！僕にも非がある。ねねも悪気があったわけじゃ…今日の客はどうなる？客と向き合わないで最高のショーができるわけないだろうが！反省する仲間を追い詰めて何になる。君の思いはとても程度の低いものだったみたいだね。違う、俺はこのショーを最高のショーにするために、いつかスターになるために。君はスターになんてなれない。君は簡単なことを見落としてる。最高のショーは一人じゃできない。ごめんね、ステージに立つ勇気がないからって全部やらせて。私がショーをやりたいってわがまま言ったせいで、ステージとは今日でバイバイ。なんでだよ。みんなの笑顔なくなっちゃったから。さっき、そうだ、俺はただ笑わせたかったんだ。司くんならみんなのこともキラキラ笑顔にできるよ。だって君はみんなに笑顔をあげる未来のスターなんだろ。あ、俺はみんなの気持ちを考えられていなかった。また俺と一緒にショーをやってくれないか。うん、うん、私も見てほしいものがある。言っただろう、僕はもう君とショーをする気は、ルイ君捕まえた。やっちゃえ、司くん。俺の夢はスターになることだ。でもそれはみんなに笑顔をあげるスターだ。信じてほしい。今度こそみんなをショーで笑顔にする。だからもう一度俺と一緒にショーをやってくれないか。じゃあ行くよ。ワンダホーイ、ワンダホーイ、ワンダーランズショータイム公演。